本日10月3日より放送開始の TV アニメ空と海の間から第1話のあらすじと先行カットが公開された。TV アニメ空と海の間は2018年10月より放送開始予定。ゲームのみならず幅広い分野で活躍されているヒロヨウジさんが原作総監督を務めるフォワードワークスのオリジナルコンテンツを元にしたアニメ。監督に濁川篤さん、シリーズ構成に山田隆さん、原作キャラクターデザインに上田和幸さん、アニメーションキャラクターデザインに山本周平さんを起用し、アニメーション制作をトムズエンターテインメントが担当。RR 2018秋アニメ10月3日より順次放送開始となる本作から第1話宇宙で魚を取っちゃうぞのあらすじと先行カットが公開されたので紹介する。あらすじ第1話宇宙で魚を取っちゃうぞ。広島県の尾道駅に一人の少女が降り立った。名前は空町春。女性初の宇宙漁師になるため候補生の一員としてやってきたのだ。ところが一足先に尾道で訓練を積んでいた同じ候補生の村上春と滝木真紀子の勘違いによっていきなり宇宙漁へ出発する羽目に。わけもわからないまま春を乗せたロケットが宇宙へ飛び立つ。スタッフ、シナリオ、山田隆絵コンテ、濁川篤演出、宇根真也作監、小林真っ平、藤田正幸、加藤壮創作監、山本周平。 TV アニメ空と海の間 PV 第2弾。作品情報 TV アニメ空と海の間放送配信情報ゲイアニメストア他で配信予定。メインスタッフ監督濁川篤シリーズ構成山田隆原作キャラクターデザイン上田和幸アニメーションキャラクターデザイン山本周平メカニックデザイン石原育郎音楽立花麻美音響監督今泉雄一アニメーション制作トムズエンターテインメント原作ヒロヨウジフォワードワークスシーフォワードワークスコーポレーション。